こんにちは、佐々木です。本日はメルカリアカウント無期限停止、利用停止の復活不可能になりましたというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ではですね、昨日ですね、ついに、メルカリからまたですね、利用制限ですね、もう復活停止のメールが来ました。はい、で突然来たので、ぜひね、こういったのことがね、ありますので、ぜひね、報告の方ね、させていただきます。はい。で、以前なんですけど、以前の私はですね、メルカリアカウント復活させたんですけど、どういった方法かと言いますと、この新しいスマホですね、まず。で、新しい電話番号、新しいメールアドレス、新しい銀行口座、新しいクレジットカードですね。で、パソコンで復活させなかったので、全部スマホでね、操作してやったので、全部新しいものなんですね。はい。なので、名前は同じです。はい、それが全部一緒なん、もう全部変えたんですけど、アカウント削除されました。で、今回はですね、どういったふうにアカウント削除されたかと言いますと、一人でね、複数のアカウントを持っていたっていうことでアカウント削除されました。なので、以前使っていたメルカリアカウントのデータがね、メルカリに残っていたようで、100%ね、削除できませんでした。で、新しいのを変えても追跡されて、作ってから1年ぐらいは持ったかな、1年、2年ぐらい持ったんですけど、削除されました。はい。で、正直メルカリで僕は売れてました。で、今回ですね、写真等でね、同じにしてしまうと削除されてしまうので、すべてね、同じ商品の写真を50枚撮ったりとか、10枚以上ね、撮って、アカウント削除されないようにしていたんですけど、やられました。ここですね、削除ですね、されました。なので、ぜひね、メルカリアカウント一度取られている方がメルカリアカウント復活しても、ずっと使えるかって話になってきたら、もう出品ですね。メルカリ出品ができるかってなってくると、できないです。これは、ちょっとも厳しいです。はい。なので、ぜひね、メルカリでもしね、出品したい方は、代理を取るとか、親御さんとかね、兄弟とかのアカウントをね、利用してね、出品していただければいいかと思うんですが、100%ね、守るかどうかっていうのはちょっとね、怪しいぐらいメルカリの規制が厳しいです。ぜひね、今回こういったことがあったので、見てる方ね、ぜひお伝えしたかったので、ぜひね、参考にしていただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 通していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルとお願いします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube が質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。